はい、どうもこんにちは、藤本動画藤本です。本日はまた藤本動画アップしていきたいと思います。今日はですね、埼玉県のハドフね、ハドフ駒川店の方にねちょっとやってきました。でこちらね、ちょっと前に確かねオープンしたてのお店で、コメントの方にね新店オープンしましたよって情報をいただいてたんですけど、今日ねやっと来ることできたので、中見ていきたいと思います。じゃあ行ってきます。はい、じゃあね、店内をね見ていきたいと思いますけれども、こちらのお店ね、なんだろうね、ホビーオフか、ホビーオフが1階はホビーオフなのかな。はい、で多分2階がハードオフなのかな、ね、2階がハードオフっぽいですね。ちょっと行ってみたいと思います。はい、ホビーオフ。はい、でおや違うな、普通になんか100均とかがあって、やっぱ1階か、騙されましたけれども、1階の方に戻りたいと思います、ね、広い駐車場がねありますけど、はい、無駄に2階に上がってきてしまいましたけれども、ね、ちょっと強いのかね。お、広いな。カメラコーナー探していこう。あ、カメラあった。いいね。今一瞬カメラあったな。ちょっとカメラコーナー見ていきたいと思います。売り場面積200坪。ね、駒川店。ただいま買取強化中とのことですね。で、あと毎月15日は税金 10% オフというのをねやってるみたいです。はい、じゃあね、これねカメラコーナー見つけましたので、ちょっとねまたガラスケースねちょっと端から見ていきたいと思います。はい、じゃあねまずこの棚から見ていきましょうかね。富士フィルムのねカメラがありました、こういう感じ。はい、でニコンのこれあれだね、ネオ一眼ってやつだね多分ね。はい、オフボールに、ね火星中とね、でコンデジがありまして、はい、この辺コンデジなので、もうちょっとさらっと進んじゃいますけど、こんな感じです。はいね、はい、ねパナソニックのやつもありますね、はい、オリンパスの SZ14 つもあります、はい、お、ソニーのなんだろうね、これはディマージュみたいなのがありますね。2710円、はい、510万画素あって、ちょっと面白そうですね、これちょっと興味あるな。はい、でこんな感じ、これはハンディカマだね。ちょっとさらっといっちゃいますね、こんな感じで。ね、まあ、ハンディカムファンの方もいらっしゃるかと思いますけど、ちょっとね、あんまり需要がないんで、さらっといっちゃいます。はい、ね、GoPro があったりとか。ね、はい、で、まずはね、この棚はこんな感じですね。お次が、はい、一眼レフとかですね、リース品の一眼レフとか、はい、これは何だろうね、 D3000 かな、はいね、3100かありますね。で D800 は77,000円、はい、D5500、ニコンのカメラね続きますね。はい、 D200 いいカメラですよ、非常に。はい、で D60 D70 方が安いんだな、5500円。はい、こっちもありますね、 D70、 はい、 D100 がありますね。はい、でこれが、EOS キスですね、キスの X9i、ここにあったのね、はい、イオスがあります、ね、はい、5D がありますよね、5D Mark4、
か23万6500円。 X7X7D5D マーク2 がありますね、はい、でこれが 5D、 これもマーク2か、はい、でこっちが、はい、D3000、 またニコンですね。お、はい、ソニーの α37 がありますね。ダブルズームキット、はい、24,200円か、はい、で E の520オリンパス、はい、こんな感じ、ね、よいしょ、これもね、とりあえず一つ一つね、ちょっと撮ってますけど、ちょっと店員さんがね、まあ、来ちゃったんで邪魔にならないような感じにしてますけど、はい、上の方ね、こういう三脚がありますけど、カーボン27,000で、これかっこいいね、はい、カーボン三脚、はい、じゃあね、こちらの方こんなもんでしたけども、今度はこっちにしようかな、はい、レンズもね、いっぱいありますね、はい、ざっとレンズあります。で上の方ね、こちらの方ね、まだまだ三脚上の方にあります、はい、じゃあ、リユース品のレンズですね、7200F2.8 キャノンですね、はい、2470の L レンズ、ね、71,500円、はい、キャノンのレンズね、続いてます、はい、シグマキャノン、タムロンの18400、はい、これはキャノン、はい、ね、はい、ね、これはマウントコンバーターかな、はい、違うか、レンズなのかな、はい、ね、こんな感じです。そしてちょっと、そう、今回ね、来た、こちらのお店ね、初来店のお店になりますんでね、はい、ね、なんかね、初めて来るお店は新鮮でいいですね。はい、トキナーの 50mmF1.4 つながりますね、うん、結構な量だね、これね、これはニコンマウントの、ね、F マウントのレンズたちですね、はい、50mmF1.8、はい、35mmF1.8、はい、でこっちはキャノンだ、シグマキャノン、はい、じゃあここの辺はニコンのレンズが多いのかな、はい、で ATX Pro の2870か、2.8、はい、トピダですね、うん、すごい量のレンズだね、良さそうな感じのレンズがいろいろとありますね。若干なんかの価格がここ最近のハードオフにしては結構良心的なような気がするな。そんなになんかちょっとね、まあね、こうレンズの度合いとかもありますけれども、若干なんかまあね、結構埼玉でもね遠い方なので。お口っていうのもあるかもしれないですけど、なかなか良心的な価格設定なような気がするね、うん、下手したらこの辺の金額とかね、ジャンク品でそういう価格をつけてるハードオフ店も多く
あるんで、はい、ね、この辺はペンタックスですか。はい、ミノータソニーですね。私の大好きなミノータソニーですけども、はい、あ 200mm の F2.8 とかいいね、ミノータなんでね、欲しいなと思うんだけどね、はい、はいはい、85mm だとね、ミノータの 85mm で 1.4 とかになります。でこれはその他とかかな、うん、その他のレンズ、北斗レンダーとかありますよね。コンタックスね。で、ソニーですね。ソニーの1870とか、16mmF2.8 はパンケーキレンズですね。奥の方にも何かあるけど、奥の方は何だろう、ソニーの、よいしょ、ちょっと見えない、ね、こういったレンズね。奥の方から見ていく。この価格はちょっとうまく価格がね、ちょっと映せなくて申し訳ない。ちょっといくらするの？普通に600円だもんね。こんな感じですね。ね、はい、こちらのターンかな。さっきね、向こうからこう順に見てきた感じですけど、はい、じゃあ今度ねフィルムカメラね、リース品のフィルムカメラですね。はい、マミヤがありました。はい、78,000円、5,000円、はい、はい、で、フジカの GW690 というのがねありました。はい、ね、うん、ね、この後、はい、ね、バケペンですね、バケペン、はい、132,000円、高い、はい、ね、ペンタックスの、645、はい、ね、全座ブルーのカメラになります。おお、コンタックスの G2 がありますね、176,000円。奥の方にはなんだろうな、コーア中盤カメラと思ってます。 F5 もあるね、 F5 が55,000円。奥の方にね、 F5 があって、はい、ライカの 3C、ね、でライカ M3 がありまして、はい、で今回の S32000年モデル復刻版ですね、はい、で F3 がありますね。 F3 はノーマルファインダーだね、はい、HP ではなくノーマルのファインダーがついてますね、はい、FM3A 82,000円、 F4 がありますね、12,000円、うん、でこれは、FE のFE に、ドライブレコーダーじゃなくて、なんだっけ、モータードライブね、モータードライブついてる状態で、はい、19,800円、はい、F がありますね、はい、あ、ニコンフレックス、ニコン F じゃないんだね、ニコンフレックスってやつですね、はい、で、こっちはニコンのフォトニック T2 のやつですね、で、F の I11、はい、はい、ね、F2 フォトニック、例えばフルフォトニックの黒、はい、ミノータのモデル 35-2 15,400円、これつい最近なんかこれ買った人がいるよね、なんかコメントでもらったような気がするな、はい、F3 がありますね、こちらも F3、はい、ハイアイポイントではないね、今逆に言うとなんかノーマルファインダーのやつを見つけるのは珍しいなって、結構ハイアイポイントのやつが多いんだけど、はい、ミノータのね、エムパスペンですね、はい、で、U2 があります、はい、はい、ね、こんな感じ、はい、EOS-1 N ね、
様子の7がありますね。で、なんかキティちゃんのカメラがあって、この辺はトイカメラっぽい感じだね。うん、こんな感じで。はい、で、ここになぜかフォトレットが挟まれています。